4番ヶ駅には帝国より遅れての到着予定となります。4番ヶ駅には帝国より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。マコール溜まりを目指す。ハグ、ドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。 クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。 最初の観音だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど、落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、 作戦の前はピリピリしてるから、お客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでも擁護するのか。 迷惑だ。アバランチなんて。ああ、爆破予告でどこの営業所も大混乱で、現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、新羅社員は戦うよ。マコールを止めたりするもんか。なんだ、文句あるか。文句だと？ なも、特にない。ふん。あんたはどっしり構えてろ。 4番街営業所の混乱が一番激しいんだよ。臨時 ID スキャニング中です。 臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり、後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらをお願い。マ
量に。立ち止まんじゃねえ。助かりてえならとっとこいけ。はい、クラウド車両のシステムを起動し、まもなくこの車両は完成。私は神羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。手配 ID 処理者3名の隔離を確認。相当程度に。トレジャー様の言う通りってか。仕方ない。あ、駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプランいいだ。行けるか。大丈夫。痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。ここまで。
げ。そこ。進むぞ。急ぐぞ。バレット。おお、こっちだ。あれ、リーゼンか。3名をかけて攻めるぞ。そこ。狙うぜ。キリッシュ。チャ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 。手だもんよ。追っ手は振り切れたかな。余裕余裕、場所の確認してさっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔法路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。マコールから近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるか。いいね。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街、隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコーロ近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ。行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。うん、はっ。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。ガッハ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 ッ。
目印はシンラの犬の絵だ。壁、気にしとけ。犬？中堅スタンプ。奴の鼻が向いてる方に5番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。えい！落ちろ。上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。ここで食い止める。どんなもんだ。切るんだ。そんな攻めるぞ。このワーキング。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。
プレートの中のモンスターは魔鋼の影響でヤバいことになった。魔鋼のせい？ああ、シンナのせいだ。あ？あんたの世界は単純でいい。気に入ったか？じゃあこっち来いよ。考えておこう。次に備えろ。うん、分かってる。
向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気が欲しいか、なんで俺に近くなるの。適当に終わらせて帰るぞ。どこから入ってきた。僕に会ったやつらか。備えろ。確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが。貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。がシンラの犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で壊せばいい。
バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。通路か。プラン B、 なかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビークスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進む。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったか。中堅スタンプを探せ。隠し通路に設置できる。
やる気だ。邪魔すんじゃねえ。珍しいか。強すぎる。邪魔だ。動きは鈍いが火力は高い。舐めてかかる。
で攻撃が通る。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハガッハ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？え？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。
この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。ここを抜けりゃ五番マゴールだ。思ってたより大変そう。まあなんとかなるだろう。あれが五番マゴールの柱だ。道順はプラン E の次は F、G、H ってな。続きがあったのか。F はこの区画の名前。G を抜けて H まで向かう。 H にあるリフトで魔鉱炉の近くまで行けるの。ビックスもその先で待ってるはず。もう日が傾き始めてるね。うん、行くぞ。シンラに泡を吹かせてやる。うん、うん。先が G か。おい、そっちになんかあんのか。扉開かなかった。電力不足みたいで。どうにかしねえとな。ダメだな。ねえ、これ電力不足時の対処法だって。ライトを消せば非常用電力を確保できるのか。ライトってもしかしてスラムの太陽。スラムを照らすライトのことをそう呼んでるの。そいつを消せば扉が開くってわけか。でも太陽が消えたら困るよね。四番街の人たち、アコールをぶっ壊したらどっちにしたって消えちまう。そうだったね。戻るぞ。スラムの太陽のせいで電力不足なのかな。さあな。点検をサボってるだけじゃねえか。明るいのは便利だけど、たくさん魔法を消費してるんだね。こうして見ると大きいね。スイッチははしごの上か。結構高えな。俺が行こう。うん、下で待ってるね。よっしゃ、うまくいったな。うん、ありがとう、クラウド。これで G までは達成だな。うん、あとは魔鉱炉を目印に。この眉、
奴らの巣穴へようこそって感じが、こりゃ。どこまで腐ってやがんだ、このピザはよ。電力不足らしい。ちょうどいいじゃねえか、侵入し放題ってことだろ。ちっ、くせえガスをスラムに垂れ流しやがって。ガスのとこモンスターが集まってる。トンネルの中と一緒だ、シンラと魔鋼のせいってな。聞い取られてたろ。すぐそこなのに。さっきの通路もダメか。ま、どっかは繋がってんの。地道に探すしかないね。あのマテリアの入手経路もな。一度確認しない？今どの辺だこれや。私たちの目指す魔鋼炉は H の先。ああ、
でもここまでは英知につながってる道なかったよね。ま、歩き回ってりゃそのうち。あんた一人でやってくれ。他につながってそうな場所ってなると、壁沿いか。ダメ元で行ってみない？目的地があると気も紛れるし。悪くないあんた。あのでけえ扇風機が目印か。確かにあれ見て歩けば迷わねえな。あれって換気ファンかな。吹き飛ばしてもガスが消えてなくなるわけじゃねえ。ヤバいもんは全部スラムに垂れ流しよう。あのパイプの上、登れるかも。伝っていけそうだな。マジか。怖くね、怖くね、怖くねえよ、怖くね、怖くね、怖くね、あ、怖くね、怖くね、怖え。なんかすげえファンの音が。おじけづいたか。誰がてめえの細っこい体が吹き飛ばされねえかってこっちゃ。もう急いでるんでしょ。おう、ついてこい。いい風吹いてんな。全然良くない。よそ見ダメだから。おう、2秒。もう目の前が H。 足元気をつけて。
あれが目的のリフトか。メインリフト、うん、確かそう言ってた。間違いねえ。こいつがビックスの言ってたメインリフトだ。あいつもこの先で待ってるぜ。電力供給が不足しています。またかよ。ライト3つ分必要だな。そんなに？この辺りの全部ってこと？こうなりゃ片っ端だ。迷ったらここに戻ってこよう。 H1 の番号が目印。ああ。こっから一番近いライトっつうとあれだな。暗いスラムを見守る明かりは未来までも照らす道しるべであり太陽なのです。なんだそれ。スラムの太陽の宣伝文句、プレジデントが演説してた。け、神羅に照らされる未来なんだ。お先真っ暗に決まってな。残りはあの二つだな。侵入者撃退システム再起動開始。撃退システム？電力が復旧したか。けっ、それがどうした。全部ぶっ壊して魔航路へ向かう。侵入者発見、相当モードへ移行します。中距離射撃隊。おう、あいつらは俺に任しとき。邪魔見やがれ。終わったな。先が思いやられるな。復旧したのは警備兵器だけじゃない。あ、通路が動かせるんだ。
方につなげるか、よく考えろよ。おお、ぴったりじゃねえか。次のライトはどっちだ。こまめに確認しないと分かんなくなっちゃうね。バカみてえにでかくて助かる。遠慮しない。おっ、連携しよう。さあ行くよ。頼られちゃうな。いないなら、いけんだろ。やってやる。よし、やっちゃおう。下がって。そこ。行くよ。調子に乗る。俺の見せ場だ。どうよ。本番はこっからだぜ。負けるわけがねえ。バレットってば。二つ目か。あとはあのライトだけだね。終わりが見えてきたな。ここから下に降りられそうだ。釣れねえよな。下は四番街スランか。え、興味ある？今度案内しよっか。少しは心配しろよ。
ね、太陽。太陽なんて本物が一つあれば十分だ。神羅に作れるのは偽物だけ。ついていけ。頑張るね。頼られちゃうな。まだまだ。ほら。かかってきなさい。こんなもんよ。いや。
このリフト、さっき使ったよね。なんか忘れ物か。これで3つ目。メインリフト、動かせるようになったかな。多分な。よし、 H1 エリアまで戻るぞ。ジェシーの怪我、大丈夫かな。あいつらの分までシンラを懲らしめてやんのが一番の治療だ。そうだね。クラウドはウェッジの分。ビッグスとの合流場所は魔鉱炉へ続く通路の中だ。暇つぶしのプラン、 A から Z まであるって言ってた。 G くらいまでには着くようにしねえとな。メインリフトまで戻ってきたね。首を洗って待ってろよ、魔鉱炉。制御装置。
限時間内にロック解除用端末にアクセスしてください。何してんだおい。言い張ってけよ。ああ、おキッキッ、どこだ。悪いな、畳みかける。いらっ、私に任せて。わっ、やっ、これで死ぬ。せめてこう、ふっ、終わりだ。当てる、出番だよ。俺が出る。待ってました。おらおら、ママよ。当然の結果だ。ロック解除、アクセスを許可します。行くぞ。なんだ、召喚マテリアか。綺麗。どんな奴が飛び出すんだおい。さあな。はい、さあ来い。はあ、
シャー。カバー。そのランデブーポイントはこの先だ。遅くなったからきっと心配してるね。派手に暴れたのに誰も追ってこないね。ミッドガルはシンラの手の内だ。監視はされていただ。気づいてたなら言ってよ。言ったらやめてたか。最初からギリギリの綱渡りだ。渡り切るしかねえ。力ずくでも得意そうだ。どうでしょう。もうすぐか。ティファン。いよいよだなって思ってたより緊張してたみたい。こればっかりは俺も慣れねえ。てか、クラウド？ジェシーとウェッジは？どんな感じだ？犯人グループが列車から飛び降りたって、上は大騒ぎ。おかげでここは静かでな。マコーロへのルートはささっと確保済みよ。ヘイヘイヘイビーク！で、あとの二人は？ジェシーがね、怪我をしちゃって。ひどいのか？口数は減ってね。大丈夫だ。世話になるな。仕事だ。4番街へ行きに乗って正解だったな。警備は4番に集中してる。でもこっちの本命は5番。ちょっと複雑だが、この奥はもう魔鉱炉の中だ。狭っちい穴ぼこだぜ。文句言うなよ。こっちは補給物資とワイヤーリール。調子は？これ以上ねえってくらい上場よ。みんなのことお願い。おうよ。よし、俺たちもワイヤーの装備だ。落とさねえようにしっかりくくりつけとけよ。作戦が終わったらこいつで一気に下まで降りる。生きて帰んぞ。当然だ。